グミアーは中国の少数民族のプルラン族の神話に出てくる神。グミアーはリという名の巨大な獣を見つけると殺してまず皮を剥いで天を作った。続いて肉で大地をまたリの各部を使って万物のものを作り出した。最後に脳を使って人間を作った。このままでは世界は不安定なので の四本の本足をを東西南北にに立てて天を支える柱にした。グミヤーは大きな亀を捕らえて大地を支えさせようとした。ところが亀が嫌がって逃げようとするのでその動きによって大地が揺れた。そのため金景を亀の見張りにつけた。亀が逃げようとすると金景が目をつついて止めるのだ。ところが金景が眠くなるとその隙に亀が動くので地震が発生する。 人々は米粒をまいて、金径を起こさなければいけない。グミアーが作った世界を滅ぼそうと、もともと、グミアーと仲の悪かった、太陽九姉妹と月十兄弟が一斉に現れた。大地は乾いてひび割れ、植物は枯れ果て岩石まで溶け出した。この時に焼き落とされたのが、カニの頭、魚の下、蛇の足、鮭の尾であったという。グミアーは、 地上で最も高い山へ登り、弓矢で太陽と月をよとしていった。最後に一つずつ太陽と月が残った。月はグミアーの矢が体をかすめた。恐怖のあまり体が冷たくなった。それまでの月は太陽のように熱を発していたが、このことが原因で熱を出さなくなったのだ。最後の太陽と月は洞窟に逃げ込んで地上に出てこなくなった。 そのため地上が暗く冷たくなった。グミヤーとたくさんの獣と鳥が太陽と月の隠れた洞窟に行って説得したが、太陽も月も出てこなかった。するとオンドリが美しい声で語りかけると、ようやく太陽たちが返事をしたが、出てこなかった。そこでオンドリは自分が呼んだ時だけ出てくれば大丈夫だと約束した。また、太陽と月が交互に出るように頼んだ。 太陽が出てくると地上が再び明るく暖かくなったという、ありがとうございます。